わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は感染症対策の薬を作る研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学生物生命学部生物生命学科岡拓治教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。私は免疫の落ちてしまった人に感染してしまうアスペルギルスフミガタスという真菌の研究をしています。人の肺とかに感染して、で組織をですね、破壊してしまう恐ろしい病気です。お薬があるんですけど、それに対して耐性を持つ菌っていうのができていて、それが世界的な問題になっています。ふむふむ、具体的にはどんな研究をしておるんじゃ。真菌の細胞壁にあるガラクトマンナンという多糖があるんですけど、その整合性に関わる酵素を発見するっていうのを目的にして研究しています。研究が遅れてて、そのガラクトマンナンの整合性に関わる遺伝子っていうのは見つからてなかったんですね。ゲノム情報がその明らかになっているんですけど、ゲノムのどの部分がどういう機能を持っているかっていうのがまだ分かってないんですね。その、ゲノム情報っていうのは分かってるけど、その一つ一つにその今は意味を持ってない領域っていうのがたくさんあって、でその今は意味がないようなものが何なのかっていうのを決める、その中でもそのガラクトマンナンという多糖の整合性に関わるものを見つけようとしている。基本的に糸状菌って菌糸の先端がの細胞がどんどん増えていって、伸びていくことでこう生育範囲を広げていく生き物なんですけど、その細胞壁が作られることで菌糸が伸びていく、細胞壁の整合性がうまくいかないとカビが伸びれなくなる。その細胞壁の整合性に関わっている酵素っていうのが一つがこれなんですけど、この酵素がなくなるとうまくカビが生育できなくなる。で感染してしまったカビの遺伝子を壊すことはできないじゃないですか。だからそれを薬剤で止める。でそのためにこの立体構造を明らかにして糖鎖を合成するポケットっていうのがあるんで、ここにはまる薬剤っていうのを探し出して、それが薬になるんじゃないかっていう。このガラクトマンナンっていう多糖はその茶碗竹アモンっていう分類群に属する、いわゆるカビが共通して持ってる細胞壁の成分なんで、その他にも例えば水虫のを引き起こしたりとか、イモチ病引き起こしたりだとか、他の病原菌も含まれているので、今はフミガタスをやってるんですけど、例えばイモチ病菌ならイモチ病菌のその同じ機能を持つタンパク質の阻害剤が見つかれば、そういう農薬にもなるかもしれないなと考えてて、そのためのスタートになるような研究と思ってやってるんですよね。岡教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。誰かがその最初にその見つけないとその研究って始まらないんで、その研究のフェーズってあって、その0を1にするのと1を10にする人と10を100にする人っていうのがいると思うんですけど、僕はその0を1にする研究っていうのにすごく魅力を感じてて、整合性メカニズムというか、その整合性されるのに関わるタンパク質っていうのが何なのかっていうのは分かってない糖差がいっぱいあるんですよね。だからその他のどうやって整合性されているか分かっていない糖差がどうやって合成されているかっていうのを明らかにしていきたいなと思ってます。もしその糖差がすごく有用なものであれば、遺伝子が分かればすごくたくさん作ることもできるようになるかもしれないし、それが病原性とかに関わっていれば、その整合性を止めることで、薬を作ったりすることができるかもしれない。後に続く人のための第一歩になるような研究をしたいと思っています。崇城大学生物生命学部生物生命学科の活躍がますます楽しみじゃ。